おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2585です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、2021年の投資企画でやっております、渡るのプラクションですね。そちらの方を紹介していきます。11月編となっております。で、こちらですね、10月までに紹介していました、一つのボックスですね。そちらの最後をね、飾る。こいつをね、紹介していきたいと思います。まずは外箱ですね。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。渡るのプラクションの復刻版マシンコレクション、マゲンゾーンボックス。こちらですね。以前まではこの戦王丸、空王丸、エイリガンとやりましたけど、今回はね、最後の一つのスーパーコンボスですね。これをやりたいと思います。こちらのコンボスに関しましてはね、以前ね、一度、組み立て済みのやつをね、紹介しましたけど、まあ、それのね、パワーアップ版みたいな感じのものとなっております。はい。なので、基本的にね、変わってないと思いますね。ほぼ成型色の変更のみじゃないかなと思っております。パッケージに関しましてはね、当時のね、パッケージがね、集合した形となっております。はい。で、横を見るとこんな感じですね。完成品が並んでおりまして、今回のはこちらですと。で、さらに裏ですね。こちらのところを見ていきますと、戦後丸とかね、こちらの完成写真がありまして、今回のはこちらですね、スーパーコンボスとなっておりますと。で、こちらのですね、手持ちの武器はほぼ変わってないと思いますが、背中のですね、こちらですね、ここが多分今回のね、新規パーツかな。あと左手もなんか違いそうですね。一応こんな感じとなっております。で、過去のラインナップですね、第1、第2、第3、第4、第5改造ボックス、第7改造ボックスは、後々。で、第6改造とかね、一応こんな感じのボックスが載っておりますよと。で、さらに横がこうで、上と下となっております。はい。で、これですね。今までね、箱の中に何も入れてなかったんですよね。今回はちょっと入れてみましたということで、開けていきましょう。では、レッツ。オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。こちらのね、復刻版マシンコレクション。これに関しましてはね、各マシンがですね、すべて同じランナーにね、含まれているんではなく、個包装になっておりますんでね、一応こんな感じの袋に入っておりましたと。で、これですね、見ていただきますね。ここにカードとかね、シールとかがありまして、ランナー関係がありますよと。で、これペリッとね、開けると、一応ここにですね、パーツの方がザザッと入ってきておりますので、まあこれちょっと見ていこうかなと。はい。とりあえずこんな感じでね、ランナーが入っておりますよと。これに関しましてはね、後で見たいと思いますので、とりあえずね、ランナーから行きましょう。こちらですね、塗装済みのパーツ。一応こちらボディですね。で、頭部パーツがね、ここがちょっと塗装されておりますよと。で、ここの中ですね、ちょっと光の反射で見えづらいかもしれないですけど、ここに前腕ですね。で、肩パーツ、裏側のところに足ですね、が入っておりますよと。で、こちらですね、ポリキャップとか手首パーツ、あとこれですね、新規の手首パーツっていうかね、左手の黒パーツみたいなのがありますよと。で、これが背中のコンテナですね。で、手持ち武器とキャラクターフィギュアがあります。これもですね、前面パネルとここのパーツなんですけどね、こちらはね、なんとなくね、以前のものと似たような感じだと思いますが、この辺もね、新規パーツかなっていうことで、基本的な構造とかは変わっていないんですけど、新規パーツがね、多めになっているという感じです。で、さらにね、こちらですね、説明書とかも袋に入ってきておりますので、このままね、流れで見ていきたいと思いますと。とりあえずシールはこんな感じですね。紙のシールですよと。ちょっとね、経年劣化によって粘着度がね、かなり下がってるような気がするんでね、これちょっとね、組み立てるときに注意しながらね、作っていきたいと思っております。で、カードに関しましてはこんな感じですね。魔の4、スーパーコンボス。各部分ですね、武器とかの名前が載っておりますと。で、裏のところにね、スーパーコンボス、魔剣ゾーン第4の門、魔界門を守るコンボスの改良型というふうに載ってますね。はい。で、手持ち武器の名前とか、パイロットですね。一応こんな感じに載っておりますよと。はい。で、説明書がね、このような感じでありまして、とりあえず、魔の4、スーパーコンボス。組み立て順としましては、腕作って、足作って、ボディ作ります。背中に取り付けるミサイルコンテナですね。こちら、コンテナランチャーを作りましょうと。そして、ベースパーツっていうかね、ギミック部分ができましたら、外装パーツを付けてあげて、このパーツができると。それができたら、作っておいたパーツをね、それぞれ組み合わせることによって、スーパーコンボス完成という形となっております。で、ここですね、マシン対決案内書ってやつがね、いつもの通り、キャラクターフィギュアと、付属のカードを使って遊ぶっていうね、やり方が載っておりますと。で、裏のところに説明書ですね。こんな感じで、ね、ありましてね。今回はドアクダータイムスですね。はい。一応こんな感じの新聞ですと。で、
ここですね、お断りっていうのがありますけどね、今回の復刻にあたってここの部分はね削除されたっていうふうになっておりますよと。はい、まあ、いつものね新聞プラス説明書っていうね、そんな感じのものとなっておりますので、早速ですねこちらねパーツの方を準備していきたいと思いますが、今までとね同様で組み立てとギミック関係1回でねやりたいと思いますので、早速ですねパーツの方をざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらが腕ですね。一応右腕だけ用意してあります。そして左腕用のクローっていうかね、そちらのパーツとボディーパーツ、足ですね。で、背中パーツ、パイロットフィギュアというふうに用意してあります。はい。とりあえずですね、早速作っていきたいと思いますが、まずですね、腕の方ですが、説明書の方ではね、特に順番はね、指定はないんですけど、こちらですね。もちろん前腕から作っていこうかなと。まずポリキャップですね。これを所定の位置にはめ込んであげまして、で、こいつを組み付ける。その時中のポリキャップですね。これが頭ね、潰さないように注意しながらこんな感じ入れてあげましょう。もしですね、位置関係の調整が大変な場合は、竹串とかね、こういうのを使ってしっかりと中心に入れてあげると。それか手首パーツですね。こちらをね、あらかじめセッティングした状態にして、ガチャガチャってやってね、調整して入れてあげればいいんじゃないかなと思います。そして手首パーツをね、とりあえずここにね、ぶっ刺しましょうかと。ちなみにここのですね、形状自体は左右共通なんでね、まあこれどっちもいいんで、こういう風に作ってあげましょう。こことここにシールを貼りましょうと。で、これができましたら今度は肩ですね。肩に関しましてもね、今と同じ構造となっておりますので、ここにとりあえずポリキャップを入れて、こいつでね、固定すると。ただこれね、やりづらいと思いますんでね、同じような感じで前腕のね、ここのところにポリキャップですね。セッティングしてあげて、ここに刺してという風にやると楽だと思います。というのもですね、ポリキャップ自体の軸ですね、ここの太さとこの穴ですね、これが合ってないので、穴の方がねでかいんですね。なのでうまくはまらないことがね多々ありますんでね、こんな感じでねやりやすい状態を作ってあげた方がいいと思います。で、最後までねグリグリっと入れてあげれば、これで腕の方ができたと。一応こちらがですね右腕となりますよと。で、同じ構造で左腕の方も作るという感じですね。で、これですね、今ちょっとカタカタ言ってるのがね聞こえたと思いますけど、これですね、やっぱり中のポリキャップ遊んでおりますんでね、これをやっぱり固定するためにはこのパーツが必要なのかなと。で、説明書の方ではね一番最後の方になっておりますが、このパーツ2つですね、これを組み合わせてあげる。で、奥までねしっかりと入れてあげると、こちらねクロー状のパーツができますよと。一応これがね左腕のね手首パーツとなりますので、あとはこれをねズボッと差し込んであげることによって、はい、一応これでですね左腕の方もできました。左右ね、基本的に構造は同じなんですけど、ちょっとですね、前腕というか手首パーツの違いによって見た目がね、変化するという形となっております。そして次に脚部パーツですね。足首に関しましてはこちらっていうかね、このパーツを使いますが、ここにね、ちょっと板状のものがありますが、これが一応かかとですね、になりますので、こういう向きにするよと。で、さらにね、こちらのパーツをつける。その時にですね、この向きですね、これ逆につけると、確かね、最終的に引っかかったりとかするんでね、ここの部分ちょっと注意が必要なのかなと。はい。まあ一応こういう風にね、平らになるようにセッティングしてあげる。で、こいつね、ここに差し込んであげて、反対側からね、こちらのパーツをつけてあげると、このような感じのね、可動ができる足首パーツができると。で、これができましたらね、ここのところに付属のシールを貼り付ける必要性がありますと。シールに関しましてはね、先ほどからちょっとやっておりますけど、貼れるところは貼っておりますんでね、まあこのね、シールの台紙の方から、破らないようにね、注意しながら剥がしてあげて、前面のここのところに貼りますよと。これに関しましてはね、特にガイドとかありませんのでね、まあ正しい位置だと思うところを狙って貼ればいいのかなと。はい、一応こんな感じ。これでですね、左足の方ができましたので、同じ構造で右足も作りましょうと。はい、こんな感じですね。そしたら次にボディーパーツを作ると。ボディーパーツに関しましてはね、これが背中になりますが、こちらのパーツのここの下ですね、ここに2箇所ね、くぼみがありますので、そこに対して、このパーツを入れると。で、肉抜きがね、一応説明書の方でね、内側になっておりますんでね、それの指示に従って入れてあげましょう。多分これ逆に入れてもね、特に問題はないと思いますけどね。一応こんな感じ入れて、こことここに対して、このポリキャップをセッティングし、で、前面パネルで固定すると。これもですね、先ほど作った腕と同じですね。ポリキャップの軸とこの穴ですね、これが合っておりませんので、非常に安定感が悪いです。なので、腕とかですね、こういうのを使って、しっかりとね、つけた方が楽なのかなと。なので、先にですね、ポリキャップをここに一発セッティング。
反対もね同様にセッティングしてあげましょう。ていうかこれねめちゃくちゃ硬いんですね最初。これねちょっと広がってるからっていうのもあるかもしれないんですけど、それ以外にでもですね、元々のポリキャップ自体がちょっと硬くなってますんでね、それの影響でかなり刺しづらいと思いますんでね、まあ頑張ってねとりあえず先端ぐらいをね入れておいてここにセッティングすればいいのかなと。はい、なんとか入れましたと。でこれができましたらね、ボディーパーツをとりあえず今軽くですねセッティングしておいて、該当位置に入れる、で正しい位置にセッティングして押さえる、反対も同様ですね、これも同じような感じで入れてあげて、あとはギュッとね隙間ができないように入れてあげれば OK と。でこれがですね入りましたら、あとはですね腕自体を最後までねしっかりと入れてあげれば、これでですね腕の方も組み付けも完了するという感じかな。はい、でこれに関しましてはね、シールが目の部分とセンサーというかね、ここの部分を貼りますよと。さらにここですね、こちらの平らな面のところにこの赤いシールを貼る。さらに左側ですね、ここに対してこのシールの上に重ねるような感じでこのしましまのシールを貼る必要性がありますので、ささっとねちょっと貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けたのがこの形となります。まあどうしてもですね前面しか貼らないんでね、横とか見ると緑ですけどね、本来この辺がね真っ赤なんでしょう。とりあえずねシールを貼り付けるとこの形になりました。でこれができたらね、前面部分にこちらのパーツをとりあえず組み付けておきましょうかと。はい、これでですねとりあえずボディーパーツ周りができましたので、背中ですね、こちらに組み付けるパーツを作ります。それがですねコンテナランチャーですね。でコンテナランチャーに関しましては、これがベースですね。こちらのベースパネルの奥の2箇所ですね、ここに対してこいつをつけると。その時に向きがね一応決まっておりますよと。まあこちらね前面背面はね特にねそこまで気にしなくていいと思いますけど、まあ一応こんな感じですね。ここの部分が説明書のねイラストと合うようにしておりますんで、一応こんな感じをね向きにしてあげて、これをここに入れると。でこの奥ですね、このところにガチッと引っ掛ける、こんな感じですね。ちょっとね内側にグッと寄せる必要性がありますんでね、力のかけすぎによってパキッとね割らないように注意ですね。はい、でこれが入りましたら、ここの中ですね、ここの部分に対してこのパーツを入れる。その時もねイラストに合わせた方がいいかなっていうことで、これもですね同じような感じでイラスト合わせでここにしてあげて、下にですねレールがありますので、そこ狙いでこいつを入れるよと。はい、でこれが入りましたら、ここの穴ですね、こちらの穴を接続するような感じでこのピンですね、こちらのピンを使って固定していきましょうと。これちょっとね片方入れるまでは大変だと思いますけどね、まあこんな感じで、ね、入れてあげて、で連結してあげましょう。これですね成形不良というよりもバリとかですね、それの影響によって多分刺しづらいと思いますんでね、事前にちょっとね軸自体削っておくとかねした方がいいかもしれないですね。とりあえず片方ね入ってくれれば、もう反対はねそんなに苦労しないでね入れることができるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。でこれが入りましたら、ここのレバーですね、一応これを触ってねこんな感じでカチャカチャ動くのを確認しておきましょう。それとここですね、ここ見ていただくとなんか折れたっぽくねなっておりますけど、ここですね特にランナーから切り離したわけでもなくね、最初からこの状態になっておりましょうので、パーツ処理するときに、ここですね、間違って切り取らないようにだけ注意ですね。はい。まあ一応こんな感じ。で、これができましたら、この黄色いやつをつける。そのときにこういうふうにね、なんかパーツがつきそうな部分がありますけど、一応こちらの部分が軸ですね。こっち側になりますんでね。こいつに合わせて、ここにね、セッティング位置がありますんで、こういうふうに入れてあげようと。で、もう一つのパーツ。このパネルはね、ここにあらかじめ入れておく必要性がありますよと。後からですね、入らないみたいですね。上からこうパチっていかないんでね、事前にここに入れておく必要性があるみたいです。で、一応上下のね、決まりもあるっぽいので、入るかどうかをね、確認した方がいいかもしれないですね。はい。まあ、一応こんな感じで入れましたと。で、これが入ったら反対側からね、スーッと入れてあげて、内部にね、組み付けた軸っていうかね、ここの部分もしっかりとね、はまるようにしてあげて、最後まで組み付けてあげましょうと。はい。こんな感じですね。これではまりましたと。一応これがですね、コンテナランチャーとなりますよと。で、これですね、最初のうち渋いかもしれないですね。まあ一応こういう風にパカパカ動くのを確認しておけば OK と。一応これで組み立てるパーツ自体はほぼ完成なんですが、このシールですね、一番下にこの黒いやつがありますけど、このシールは今組んだコンテナランチャーに貼り付けると。
一応これですね、真ん中ここがね合わせ目になってたんで貼ってなかったんですけど、ちょっとずれた位置ですね、この辺りに貼るみたいと。で、全面ベロッとね貼るんではなくね、部分的に貼ってしまう感じになりますんでね、位置合わせがちょっと大変かもしれないですね。まあなんとなくで今入れてましたけど、うん、これぐらいの感覚かな。ここもですね、ガイドがないので非常に貼りづらいんですけどね、まあイメージ的にはこの辺ぐらいに貼ればよしっぽいので、まあとりあえずうまくいったかな。はい、一応こんな感じですね、こういう風に貼りましたと。これでねシールの方も全部ね貼りましたんで、これで組み立て自体はほぼ完成と。で、あとは後ろのここに対して足ですね、これを横から刺しましょう。で、奥までしっかりと、反対も同様にズボッとね差し込んであげる。で、これが入りましたら、側面のここの2箇所ですね、ここに対してこいつが入ると。その時に多分肉抜きが内側ですね、その方が多分かっこいいと思います。これがここにセッティングされる。反対も同様にこうやってねセッティングしてあげて、最後にこちらのねコンテナですね、これをここにズボッと入れてあげると。これもですねちょっと渋いですね。で、一応ここ自体は最終的にこれがねポロッと取れるってことはありませんので、奥深くまでねしっかりと入れてあげればいいので、とりあえずねガチッと入れてしまいましょう。はい、なんとか入れました。そして手にですね銃ですね、これを取り付けることによって、これでスーパーコンボスが完成ですね。はい、一応こんな感じでしたと。うん、こんな感じです。まあコンボス自体の方はね完成品というかね組み立て済みのやつをね過去に紹介しましたけど、組み立て自体をねこれと基本的に変わっておりませんのでね、これの組み立てを参考にしていただきたいと思いますよと。はい、一応こんな感じになっておりますので、早速ギミック編というかね行きたいと思います。一応パイロットがねこういう風におりますよと。まあこれはですねいつもの通りですけど、造形自体はねかなりはっきりしているんですね。ただ今回特に黄色なんでね凹凸が分かりづらいんですけどね、まあとりあえず見ていきましょうか。正面ですね、側面ですね、後ろですね、反対側ですね、上ですねとなっておりますけど、薄っぺらくねペラペラではないんでね、非常に立体感があっていい感じですね。これもね塗装するとかなり化けると思いますね。うん、ちょっと映像的にね黄色で飛んでるんでかなり分かりづらいと思いますけど、非常にいい造形しておりますよと。はい、そしてスーパーコンボス本体ですね、一応正面がこちらで、横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。はい、基本的にねコンボスは変わらないんですけどね、手持ち武器もちょっと違うかな。で、あとは左手ですね、で、あとこのパーツも多分違うし、ここのコンテナも違いますよね。あと全体的なカラーリングも違うんでね、結構違いがあっていいんじゃないかな。はい、一応こんな感じで、可動範囲に関しましてはね、腕がここで動きます、二の腕でロールが効いて、手首パーツですね、ここで回すことができるという風になっております。反対も同様ですね。で、以前のコンボスに関しましては両手ですね、通常の手首パーツだったんで武器をこっちにね移すことができましたけど、今回左右でね全然形状が違いますんでね、交換することもできないという感じになっております。で、あとは後ろですね、ここのレバーを動かすことによってここはねガチャッと伸びるよと。ただこんな感じで、ね、結構力かけなきゃね戻らないことがありますんでね、ここの部分はもう少しねスルスル動くようにした方がいいかなと。ちょっとね引っかかってる感じなんですね、ここでパチン、ここでパチンっていうよりもただ引っかかってるだけっぽいんでね、ここもうちょっとスルスルね動くようにした方がいいかもしれないですけど、まあ一応こんな感じのね可動ギミックがありますよと。はい、で、それ以外にまあこれもねコンボスからのね同じギミックにはなっておりますが、つま先を伸ばします、後ろに倒すと。まあそうするとね、もともと造形されてるこのタイヤですね、これが出ますんで、ドンと地面に置いた時にまあ走行モードっていうかね、こういう形にできるというギミックがまあコンボスの時からあるという感じになっております。これこれでねまたねイメージが変わっていい感じかなと。ただ以前のコンボスと同様にタイヤがですね基本的にちょっと後方にあってね、ここが擦っちゃうんですね。なのでここの部分にも同じような感じでね、もともとね造形されてるタイヤみたいなのがねあってもよかったのかなと。それかアニメの中ではねこれで走行しているんであれば、まあ玩具オリジナルにはねなってしまいますけど、こういうね転がし用のタイヤとかですね、そういうのがあった方がね良かったような感じですけど、まあこんな感じでね変形ギミックもあったりとか、まあ背面部分の展開ですねもできるし、左右でね前腕の形状というかねが変わったことによって、以前のものとはねまたちょっとね違う見た目になってるってもいいんじゃないかな。色合いの変更もねなかなかいい味出てるんじゃないかなと思いますね。はい、一応こんな感じです。まあ以前のやつのねただ単に色変えプラス一部ね
パーツの変更だけではありますけどね、なかなか違いがあって面白かったんじゃないかな。組み立て自体もね、ちょっとね、ポリキャップの軸と穴のね、サイズ感が合ってない部分があったりとかはね、しましたけど、まあそれなりにね、組みやすかったんじゃないかなと思います。はい。ということで今回ですね、ワタルンドプラクションの復刻版マシンコレクション、マゲンゾーンボックスより、スーパーコンボスですね。こちらの方の組み立てからギミック関係やっていきました。はい。ということで、次回ですね。次回はですね、動画のね、公開日がですね、私の誕生日ということになっておりますので、まあね、ちょっと、ワタルンドプラクションからね、離れまして、ちょっとね、別なものをやりたいと思っております。今のところ中身は決めておりません。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。